で呼吸がここでずーっと上げてて呼吸が合わないもんだからちょっと失敗してるんだよ、これね。あ、これはもう呼吸が合わなきゃいけない。ここで高さがね、で、だからだったら、打ち立ちに合わせるということですね。打ち立ちがもし低かったら打ち立ちに合わせて、それでないと、こんなところでこう、ね、攻め合いできない。で、同じ高さだからこれでずーっとこれで攻め合いながら、自然に中断。打ち立ちは木を見て、木を見てね、水月をつけた。左の人に出会っての刀身を刷り込むようにする。刷り込むようにして、水月をつく。ね、水月をつくつくこう形だけじゃないんです。いやこうじゃないんですね。あ、水月をつくっていうのは一足から大突いてくる。それを入れ突きに悩す、入れ突きに悩す、ね、それで突き返していきますから、突き返していきますから、これを右足を下げて、はい、頭を下から回して、右の下にですけど押さえて、右の下に、これは左自然体です。左自然体で、これ押さえたときには、頭は、手元はやや伸ばす。伸ばす。中段のままじゃない。やや伸ばして押さえる。この押さえたときには、歯は右に押さえたときは、やや右斜め下。ここ間違えないでください。みんなね、行くとね、こう押さったコースがたくさんいるんですよ。この、しのぎの方で、こうやるの。ね、こう押さえる。こう人一人はたくさんいるんですね。そうじゃないです。これ右に押さえたときは歯は右斜め下、やや右斜め下。変遷、喉につける、つけるというのは何ですか。延長ですね。延長のことです。延長、喉、こうです。それで暗い爪できますから、それを左足を下げて下から回して左を押さえる。左の人に、この時も手元はやる、やり伸ばす、変遷のどいつく、ね、それであとは暗い攻めでずっと攻められますから、はい、もうこれで巻いた。左右左と下がります。左右左と下がります、ね、それでもって弟子たちが上げてくるから、1、2で合わせて3、4、5で、ね、これが3まずつく水月をつく。どこをどのように打突するのかっていうのがまた大事なんですね。水月をつく、突き返してくるのは強度。水月をつく、突き返してくるから鞘を打つ。暗い爪をこう鞘を打つ。次がこの左足から先を下がる、ね、左足から前に、左足が1、2、3、どうなる。それで上げてくるから、これを一連の動作でやるんですね。これで大事なことは、よくね、足さばきがうまくいかない人がたくさんいるんです。で、つきます。はい。押さえたときみんな重心が後ろに行ってしまう。はい、つき。後ろに行ってしまう。ね、後ろに下がる。こうなったとき、今度は左から下がれてない。左から。どうですか？後ろに重心かかってたら左足が下がれない。ね。どうしても、ここでももたもたってする。これで、どういう体勢においても、正しい体勢、重心が、体の中心にある、どういう動きの時でも、体がね、常に重心が中心にある、ということをここで教えてるんです。ね。ついて、はい。重心が中心にあれば、前後左右、どこらでも動けます。それを後ろになってしまうから、左から下がる。こういう用事があるんですね。ですか、こういうところで、この体の引用、こういったものをこういう点の技で学ぶことができる。このところもしっかりとね、教えてやってください。そういう中心がかかっちゃダメなんだ。常に体勢の前後左右、動ける。中心がね、自分の重心が中心にある。そういう体勢の質問を続くことだと。ね。乗るようにして、この左の忍びでもって
毎朝ですね、検査を外す。この時に外す度合いは、この体位からやや外れる程度。ね、この2人のここまで、ちょっと押さえにしてもらいますね。これは、柔らかく、柔らかく、股のようにスッと入れる。それで、ここも1秒差。入れずに悩して、ここで止まってんじゃなくてね、スーッとこのままおっ胸部を突き返す、突き返すんですから、胸部を突くっていうんですから、はい、この持ってこの持ってトン、それはみんなこうなの、届いてない。これはやはりここに来たまま大きく踏み込まないんですね。これ踏み込み足じゃないですけど、すり足ですから、はい、それ持って突きは突くんじゃなくて、フライ攻め、姿勢を持って相手にスラッと攻め込む、フライ攻めですね、姿勢を持って相手にスラッと攻め込む、それであとは全部フライ攻め、最後は自然にずっと剣線が相手の顔の中心へ行いますね、攻め、もう相手がのけぞるぐらいまでスラッと、やや早く攻めですね。この時に中段のここじゃないですね、やっぱり手元が嫌です。あっと飲む。こうなると、やっと制圧ですね。それでもって上げてくるから、1、2、3、4、5と。これが日立です。あ、この左の忍びで渡るように、渡るように、怪しい。せっかの男を、ぶわっ鋭く突き返す。かいつめ縁を切らないように。で、斬新は縁を切らない。で、ただ形だけあるで、こうして。これが普通なんですよね。非常にこれは難しいです。はい、縁を切らない。一連の動作で。あ、非常にこれは、なんですか、高度なね、相手は最後は相手を切らない、ね、相手を生かしたまま進むことですから、勝つって言いますから、持って降りて、おお最後一連の動作でいけるようになるまで、ね、これを相手が攻める、ね、相手との攻防、こういったものが非常にスムースにできるようになるんですよね。このところもただ形だけじゃなくて、そういう突き返すくらい攻め、こういったものをね、最後のくらい攻めでさらっていくっていう、こういったところもしっかりとね、勉強すると試合に行くように生きていますからね。